オイルフィルター。オイルフィルターとは、エンジンオイル、アッテフ、潤滑油、またはから、スラッジや、マモーコ、ゴミなどを取り除くフィルターである。自動車用品店や、カーディーラーでは、オイルエレメントと呼ばれることある。オイルフィルターは油圧によって駆動されるでも用いられる。しかし最も利用機会が多いのは、道路や、オフロードを走る自動車やオートバイをはじめとする。 内燃機関を有する車両や、軽飛行機、船舶などである。オートマチックトランスミッションをはじめとする、それらの乗り物の油圧系統や、パワーステアリングなどにもオイルフィルターは、備え付けられていることがある。ジェット機に使用される、ガスタービンエンジンにもオイルフィルターが必要であり、産業機械など油で潤滑を行う、あらゆる機械に何らかの形で、オイルフィルターは搭載されている。 戦前の黎明期の自動車エンジンはオイルフィルターが搭載されていなかった。エンジンオイルの品質も低かったために非常に頻繁なオイル交換がひどい場合には自動車を動かすたびに必要であった。最初に登場したオイルフィルターは非常に簡単なものでオイルポンプの吸入口に金属製のスクリーンが置かれているだけであった。1923年。 アメリカ人発明家のエルネスト・スイートランドとジョージ・ H ・グリーン・ハルグは初めて実用的な自動車用オイルフィルターを開発しピュアオイルレーターの混成語であるプユラレーターと名付けられた。プユラレーターは今日ではバイパスフィルターと呼ばれるタイプのオイルフィルターである。バイパスフィルターとはオイルポンプからエンジン内部へオイルが送られる経路をつに分け片方をメイン経路とし もう片方にオイルフィルターを接続し、オイルをろ過する経路とした。すべてのオイルがろ過されるには、長時間かかることになるが、オイルフィルターが全くないよりははるかに信頼性のあるシステムであった。現在でも、バイパスフィルターは後日のフルフローフィルターとの併用式という形で、ディーゼルエンジンの大型車両に採用れ、純正オイルフィルターを2種類搭載する車両も多い。 バイパスフィルターはフルフローフィルターのように全ての油圧が集中してフィルターにかかることがないため流量制限や露出密度の制約などがなく時間をかけてろ過する非常にろ過性能の高いフィルターを作ることが可能である。そのためバイパスフルフロー併用式の車両の場合は形状がほぼ同じバイパスフィルターとフルフローフィルターを間違えて取り付けないように注意が必要である。 バイパスフィルターの登場から20年後に最初のフルフローフィルターが登場した。オイルポンプからエンジン各部にオイルが送られる前にすべてのオイルがろ過される構造のフィルターで、現在のオイルフィルターはほぼすべてこの形式である。しかし、この形式のオイルフィルターは取り付けられる。エンジンの規定油圧やオイル送料などに応じて、オイルフィルター自体の大きさや、 ろ過可能な最小流径などがある、程度制限される。そのため、エンジンによっては、スピンオン式、オイルフィルターにフルフローフィルターとバイパスフィルターの両方を内蔵し、フルフロー側は、ある程度ろ過流径に余裕を持たせた設計とし、バイパス側は、より細かな粒子をろ過できる設計としているものもある。このようなデュアルフィルター構成のオイルフィルターは主に、大型のディーゼル機関などに見られ、 油圧経路の簡素化とフィルター個数半減によるコスト低減のために用いられている。フルフローフィルターを採用する潤滑システムは多くの場合オイルフィルター本体が目詰まりして規定の油圧が確保できなくなった場合に備えてオイルがオイルフィルターを迂回するためのリーフバルブをオイルフィルター内部もしくは油圧経路のいずれかに備え付けている。リリーフバルブは気温が極端に低く オイルの粘土が非常に硬くなってしまっている際にも、オイルフィルターの破裂を防ぐために作動する場合がある。また、エンジン停止後にオイルフィルターから、オイルパンに、オイルが流れ落ちてしまい、再始動時にオイルフィルターに、オイルが再度溜まるまでの間に、エンジン内部の油圧が低下する事態、ドラスターとが発生するため、オイルフィルター内部もしくはオイルパンのストレーナーに、 アンチドレーンバルブと呼ばれる逆流防止弁を設けるのが普通である。スクリーン式オイルフィルターとはオイルパン内のオイルストレーナー入り口に非常に目の細かい金属製のメッシュを取り付けてろ過を行うものである。今日のエンジンではたとえ腰紙を用いたオイルフィルターが存在してもストレーナーには必ずこのようなスクリーンが取り付けられている。しかし、 電動機付け自転車には、現在でもこの形式のオイルフィルターのみで済ませられている車種も参見される。内蔵式オイルフィルターとは、多数のひだが付けられた円筒形の腰紙で作られたオイルフィルターをエンジン内部やオイルパン内部のオイルストレーナー付近に直接内蔵する形式である。今日では主に比較的旧式の設計のオートバイなどで用いられる。代表例は、 川崎ゼファーなど、エンジンの稼働に従い労使は次第に目詰まりしてくるため、定期的な交換が必要となる。なお、スピンオン式の社外オイルフィルターの一部には、内蔵式、オイルフィルターと同じ構造のリプレイスメントフィルターを分解交換できるようになっているものも存在する。近年の自動車用オートマチックトランスミッションや無断、変速機には、 ストレーナーの部分に交換式、アッテフフィルターが内蔵されることがほとんどであり、このフィルターも定期交換が推奨されている。内蔵式の後に登場した形式で、はじめにカートリジ式、オイルフィルターが登場した。カートリジ式とは、内蔵式、オイルフィルターと同様の構造のフィルターを内部に収めた着脱可能なカートリジをエンジン外部に取り付けるもので、 カートリッジは何度も再利用を行いつつ中のフィルターのみを定期交換する形式であった。車両によってはエンジンから離れた位置までオイルが循環するパイプが引き出され外部から容易にアクセス可能な箇所に設けられた取り付け用台座にカートリッジを取り付けるものもあった。内蔵式に比べてオイルパンなどを開ける必要がないために整備性の向上につながった。そして 1950年代の半ばにスピンオン式オイルフィルターが登場した。スピンオン式オイルフィルターは底部にメネジが切られた薄いプレススチールかアルミニウム製のケーシングの中に露出製オイルフィルターと各種バリブ類をすべて内蔵しているタイプのオイルフィルターでエンジン側のオイル経路上に設けられたパイプ状のオネジに直接回転させて取り付けられオイルフィルターを交換するたびに 土材は、ケーシング前廃棄されることになる。スピン音式、オイルフィルターの登場は、オイルフィルター交換作業を、飛躍的に効率化させただけでなく、車両側の油圧経路の構造を簡便化することにも、貢献し、世界中の自動車、オートバイメーカーがこぞって採用したために芝叩く、間にオイルフィルターの主流となった。社外品を供給する、部品メーカーによっては、 旧来のカートリッジ式、オイルフィルターシステムにスピン音式フィルターが使用できるレトロフィットキットを供給する事例もあった。しかし、スピン音式、オイルフィルターには全ての部品が分解不可能なケーシングに収められている関係上、リサイクルが困難で内蔵式やカートリッジ式に比べて廃棄物が増大するデメリットもいました。アンチドレーンバルブが内蔵されているために 取り外したフィルター内部に大量の廃油が残ることも排気やオイル交換作業の上での問題となった。そのため、1990年代頃からヨーロッパ社や日本社では廃棄物の軽減のためにスピンオン式オイルフィルターの基本構造を踏襲しながらもフィルター本体を分解可能として内部のろ材のみを交換炉とした新型カートリッジ式。 オイルフィルターを採用し始めている。今日、自動車メーカーが純正採用する新型カートリッチ式オイルフィルターは、旧来のスピンオン式オイルフィルターとは互換性がないが、アメリカの部品メーカーの中にはスピンオン式オイルフィルターと完全な互換性を持つ分解可能なスピンオン式オイルフィルターを販売する事例も増えてきている。なお、スピンオン式 オイルフィルターはそのエンジンの使用によりケーシングの大きさやネジのピッチなどが異なるため、交換の際のコストは車種によってまちまちである。また、同じ形状、寸法のスピンオン式フィルターでも、フルフロー式、バイパス式、燃料フィルターなど複数種類が販売されている場合があり、それぞれの内部構造には全く互換性がないため、間違えて取り付けないように十分な注意が必要である。 通常、スピン音式、オイルフィルターは、エンジンブロックに直接取り付けられる構造が、取られている場合が多いが、整備性向上の目的で、あるいは大型の水冷式、オイルクーラー等の装着により、本の装着位置では、オイルフィルターの装着が、物理的に難しくなった場合などに、本来の装着位置から、オイルフィルターを移動するための移動式、フィルターベースが用いられる場合がある。 磁力式、オイルフィルターは、金属粒子を捕獲するために、永久磁石か電磁石を用いるフィルターである。主に後付けのバイパスフィルターシステムや、エンジン外部に配管を引き出して、スピンオン式やカトリッチ式オイルフィルターを設置する車種において、ロシフィルターまでの配管経路の途中に設置されることが、多い。磁力式、オイルフィルターの利点は、機械の潤滑に、 有害な金属粒子を確実に捕獲できる上に、メンテナンスが単に磁石の表面から金属粒子を取り除くだけで良いという点である。社外品のスピンオン式、オイルフィルターの中には、永久磁石を内蔵して磁力式、オイルフィルターの機能を持つものも存在する。また、オイルパン内部に単に強力な磁石を置くだけの処置を施したり、オイルパンのドレンボルトの先端に磁石を設けた。 マグネットドレンボルトも抗議の意味での磁力式オイルフィルターと言える。特にオートマチックトランスミッションは内部の摩耗による金属粒子の発生が多いため露紙を用いた内蔵式オイルフィルターの寿命を向上させる意味でも何らかの形で磁力式オイルフィルター設置することは効果的とされている。オイル経路の一部に沈殿層となる部分を設けて オイルより重いスラッチを沈下させるものである。現在の大部分の内燃機関で用いられるウェットサンプ式潤滑機構のオイルパンは抗議の意味での沈殿式に相当すると言える。なお、沈殿式は沈殿層の深さが不均一で、なおかつオイル吸入ストレーナーが層の底部に接触していないことが効率的な沈殿のために必要である。最も深さが深い箇所やストレーナー直下に 強力な永久磁石を置くことも効果的である。遠心分離式。オイルフィルターとはオイルからスラッジなどを分離するために重力ではなく遠心力を用いる回転式の沈殿装置である。原理としては遠心分離器と同じであり、オイルポンプで加圧されたオイルはベアリングとオイルシールが設けられた回転するドラムローターに送り込まれる。そして、 ドラムローター内部でオイルは強烈な遠心力を加えられ、重いスラッジや金属庫がドラムローターの外周に分離される。そして不純物よりも軽いオイルのみが回収されて、エンジンや機器の各部に送られる。このタイプのフィルターも原則として定期的にドラムローター内部の清掃が必要となる。もしもドラムローターを清掃しない場合次第に不純物が ローター外周に相乗に堆積していき、最終的には外周をすべて埋め尽くしてしまうことで、遠心分離機能が失われてしまう。なお、来年期間における遠心分離式の採用例で、最も有名なのは、遠心式クラッチの内周部分に、遠心分離式、オイルフィルターを備えたホンダスーパーカブであろう。ただし、スーパーカブでも、前述のスクリーン式フィルターは併用されている。 また2018年モデル以降の日本国内向けはカートリッジ式フィルターも追加された。もともと、オイルフィルターを一切備えていない車両や機器に後付けでオイルフィルターを付加するために用いられる。主に消排気量のオートバイや旧式のオートマチックトランスミッションに用いれ空冷式オイルクーラーなどのオイルパイプの中間に設置する。インライン式オイルフィルターは 軽金属製のケーシングを持ち、内部の露材を交換できる構造になっているものも多い。蛇腹状に折りたたまれた腰紙を用いるタイプのもの。メーカーによって折りたたみの手法は様々であり、この折りたたみ方によってオイルフィルター自体の耐圧性も大きく左右される。近年ではあまり見られなくなっているが、かつては自動車用品店以外の場所で販売されているような、 安価な製品には、露シの厚さが目視でもはっきりわかるほど薄く、蛇腹の折り方も稚拙な粗悪なオイルフィルターが散見された。スピンオン式の場合はケーシングを破壊しなければ、露シを観察することが難しいが、内蔵式やカートリッジ式の場合は露シを直接目視して交換時期を判断可能である。一般に真っ黒に腰紙が汚れ、蛇腹の折りたたみが崩れているような場合には、 交換が必要である。スポンジ状に固められた合成繊維を露材として用いるもの。自動車メーカーが純正部品として指定しているスピン音式オイルフィルターに用いられることが多く、ロ紙のものと比べて圧力損失が低く耐圧性が高いことが利点である。ただし、ろ材の構造的性質上、スピン音式以外での採用例が少ないことが難点でもある。 社外品のオイルフィルターに近年用いられているもので、レーザー加工された医療用のステンレスメッシュを用いて、30マイクロメートル以下の粒子を捕獲可能になっていることをうたっている。このタイプの最大の利点はメッシュを灯油で洗浄することで、メッシュが破損しない限りは何度でも再利用が可能であるという点である。耐圧性も非常に高いため、 モータースポーツなどで用いられることも多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。